これなんだろう、意味不明だね。怪しげだな、ここの反応しないと。ここがボールジョイントかな、ボールになってるんで、ここで多分水平をうまく保てるかなと。サイズがはい 12.5 ぐらいかな。上の区域が6、高さが9ぐらい、台がね7センチ、地が 4.3 ぐらいかな。後ろ側にシガーソケットがついてると。はい、ではつけていきます。一旦つけてみるか。クリノメーターの取り付け位置なんですけど、配線がありまして、このバックライトの配線があるんですけど、それが後ろ側を通してます。いい感じに引っかかって見えないな。配線が後ろを通ってるんですけど、奥にある A ピラーと内張りのところですねを外してもらって、そこから下にコードを通しています。ここに配線がありまして、このピラーの内側を外してもらって、その下に通して、でまたピラーを戻すっていうことをしています。下ですよね。これが配線ですね。この運転席の足元に降りてきます。上とつながってますので、こうやって配線が足元に通ってきます。それをここである程度束ねて、余った線ですね、余った線を束ねて隙間を通してセンターコンソールまで持っていってる。運転席から見ると、これがクリノメーターの電源になるんですけども、ここまで通してるっていう感じですね。
つ来ても無事帰る。Thank you.